はい、今私がいるところはですね、じゃんじゃじゃーんですよ。じゃんじゃじゃんでもないか。ここはですね、ナポリ通りの信号ですね。でここからこう左にこう行くとですね、昔はなかったんですけどね、若き薩摩の群像という像があってですね、でこっちの方が今あの今のご時世ですね、まだほらあのコロナの、収束宣言を行われてませんけどね、ここはあの PCR の検査の無料でしてくれるところです。はい、ここからですね歩きます。それであのペデストリアンデッキっていう私のこの動画に最近こうよく出てきてるんですけどもね、そこをですね、行きたいと思います。その場合にここですね、左側がですね、中央駅のね電停、電停電停、それは電停です。ほんで、どうすればいいっけ。あれこの前までこれね、あれなんですよ、あの、なんっけ、ハイビスカスなんだけど、もう花は全部枯れて、あ、一つぐらい咲いてましたね。ここにほらちょっと正面に、あれもハイビスカスですよね。違うっけ、黄色い花。それでまだここにもつぼみを持っているのがありますね。だから全部が あれじゃないんだ。あ、剪定のある。剪定、今度は剪定です。剪定、それは剪定。はい、ここからですね。あ、ちなみにですね、こっちがですね、アミプラザ。こうずっと行くとですよ。あそこにほら。鹿児島中央駅っていうあれがありますよね。あそこからですね、ずっと渡り廊下みたいなのがありますでしょ。あれがね、そのペデストリアンデッキの今まで、オープンしてたんです。でこっちがですね、ここちょうどですね、ちょっと待ってください、ね、ここからですね、こうずっとこう来て、ここまでがですね、この前完成したんですよ。はい、ということですね。これをね、こっちに行きます。だからどっから登ろうか、こっちからだな。私はこういうところ好きですからね。私のユーザーの方で、要はいう細いところが通れますねってやりますけど、通れますよっていうか、そういうコメントを思い出すと、そうこうしたとなるんですね。だけどね、今見たらですね、このね白い葉っぱにほら白いのがあるよ。これはですね、鳥の糞でしたね。シャツについてなければいいんだけど。はい、ここからですね、こっちがね、アミプラザのね、広場。今、なんか、一品ヘアっていうのをやってましたけどね、今日がその初日ということで。ここの階段から行きますからね。タクシー降車場、降車場っていうんだっけ。それではですね、お分かりと思いますけど、人が来たら喋りは止めますからね、後ろから来たりしたり、ね、はい、ここもね、ちょっと画面が揺れるかもしれないけど、まあこれがリアルでいいですよね。いやね、ペデストリアン通りは、
ペデストリアンデッキができたって開通したって聞いたから、ここ多いだろうなと思ったけど、そうでもないですね。はい、ここでゆっくりですね、見渡しますよ。なんでかというとですね、久しぶりにね、息が切れた。はい、正面がですね、ライカ1920。で、向こう電車道ですね。ほんで、ライカ1920に入ります。ご時世ですからね。あ、さっきもこっちを撮ったから、こっちを撮ってみましょう。ほら、こういうのも飾ってあります。飾ってあります。ディスプレイですね。思った以上にあれですね、ペデストリアンデッキのあのから歩いて来る方が少ない。当日ですよ、要するにあのここが開通したその日のニュースを見たんだけど、ローカルを。本当に誰も歩いてないっていう感じだったんですよ。わかるわかる。あれですよ、放送局の報道者のカメラマンの人なんかが結構粘ったと思うんですけどもね。ちょっと待ってくださいね。どっかね。こう、これはほら、涙みたいなのが見えます。これはね、タイの、こっちがね、どう言えばいい、郡本側、市立病院とかそっちの方に行きますね。やっぱりあれですね、カメラとしてこっち側を向けるね。ちょっと待ってください。アミプラザ側、あ、声がちょっと小さいかもしれないけど、ごめんなさいね。いや、本当思った以上に少ない。あ、こっち、さっき、どうしよう、こっちから降りていますね。こっちから降りてですね、あの下のほど舗装、今までの、なんて横断歩道を利用される人はどれぐらいいるかっていうのをちょっと見てみましょうね。ペデストリアンデッキ効果っていうのが出るのはまだかな。観光客の方なんかが来られないとダメなんですかね。いや、要するに絵になる映像です。ここのほら、今、あ、左側にあの旅行者の方が一人いらっしゃいますけども、そうですね、わざわざ上に上がるよりかもう下の方っていうのがあるんですかね。ちょっとであれを買いますね。向こうに歩いてみます。この辺で待ってみましょうかね。ちょっとね、どれぐらいの人がその、あ、ペデストリアンデッキに上がっていくかっていうの。通行人自体があるですね、少ないですね。
今の方なんか遠回りしてもあれね、ヘレスドリアンデッキオの方に行かれましたね。ここですよ、ここ私があれするのは。ここを見ただけでもですよ、向こうの向こう側にほら2、4、6、7、8人はいらっしゃいますもんね。西駅一番街か、あっちの方に行くんだったらわざわざこのペデストリアンデッキに行く必要ないですからね。これね、ちょっとこっちを回ってみますね。じゃあ時間調整ですよ。こうしてこの電車が通り過ぎた頃に車掌車が歩き始めることですから、さあどうだろうね。結構ね、向こうとこっちを合わせると2、4、ほらほら、こっちの方がなんかね、まだ利用者数は多い。それとあの前の方のペデストリアンデッキがあるでしょう。あそこの上と下を見ると、下の方の歩道を歩く方の方が多いですもんね。自転車を、まあ自転車はしょうがないけれども、まあね、9月30日現在のね、ペデストリアンデッキのね、ほらやっぱりね、ここでね、あれですよ、あの車がこう止まるわけですよね。これが解消されたかなと思ったらまだですね。はい、ということでですね、この動画はですね、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。